秋も深まり紅葉シーズン、皆さんはもうもみじ狩りとかね行かれましたか？僕の大好きなね京都も観光客の皆さんでね大変混雑してるみたいですね。うちのお店の近くに獅子ヶ花公園というねあるんですけれども、もうすぐ真っ赤に色づくと思います。それではカーペンターの松井のこんばんは、今夜も始まります。総天然木の家朝日住宅、岩田最北端レストランマンゼボーラ屋、絶妙な豚肉の美味しさ、直売とレストランのトンキー、ファッション広場池田屋、各社の提供でお送りします。仕事を終えて家路に急ぐ安らぎの家朝日住宅。獅子ヶ花公園を過ぎて麓から北に向かい、山あいを縫って曲がりくねった坂を登りきると、万瀬の峠、そこは岩田最北端。見晴るかし、景色もごちそう、青い空もごちそう、峠のレストラン万瀬ボーラ屋。もう忘れたはずなのに君のこと、時々思い出しては切なくなる。今君はどこにいるのかと星を眺め一人思う。揺らめく街を一人で歩くとき、ふと左手に君を感じ、でもあの時のぬくもりは今はなく、かじかんだ手がやけに虚しい。許してほしいよ、わがままだったね。あの日の約束叶えられないまま、ただ時は過ぎてゆく。はい、改めましてこんばんは、カーペンター松井と、はい、クラッチです。今ね、皆さんお気になってるこの曲はね、カーペンター松井オリジナルの時は過ぎていくっていうね曲なんですけども、はい、ちょっとかなり前に作った歌で、いきなり何を言い出すんだこの人はと思ったかもしれませんけど、ちょっとね詩だけちょっと読んでみました。いつもとちょっとね雰囲気が、ね、ちょっと違った感じで、はい、ちょっと悲しい歌ですけどもね、はいはい。実はこの曲を弾いてくれている、はい、ミュージシャン、はい、今日のゲストのお呼びしてます、ビンさんです。どうもこんばんは。こんばんは、ビンです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、自分の曲をこうやって弾いてもらって改めて聴いてます。いい曲ですね。なんか ね、なんか忘れてたそうですね、この曲。忘れてました、ごめんなさい。ねえ、前たお願いしてね、はい、そうです。これ本当に僕弾いてるんですかね。あ、そうですね、ちょっと前に、はい、歌を歌ってもよかったんですけど、なんか、ちょっとしっとりと聴かせるように、ね、なるほど、はい、聴いてもらおうかと思って、はいはい、今日はね、あのビンク一人じゃなくて、はい、女性の方がご一緒ですね。ぜひね、ご紹介いただければというふうに思います。はい、かなこです、こんばんは。かなこさん、こんばんは。今日はね、あのビンさんとかなこさん、はい、2人お招きしまして、はい、ね、
今あのとそもそも慣れ初めとか慣れ初め、はい、あの一緒に、ね、音楽活動もしてるそうなんでね、はい、そんなお話を聞かせていただきたいなと思いますけども、はいはい、そうですね、ね、ずっと松井さんとはあの、はい、よくイベントとかでね、うん、ご一緒させていただく機会があって、はい、あのインストゥルメンタルですね、ソロギター、ギター1本だけの音楽を、はい、あの、僕のスタイルって感じでやってたんですけれども、まあ、今もやってるはやってもいますけどもね。そうですね。で、押尾幸太郎さんっていう、大阪出身のギタリストが、はい、僕ギタリストの方が好きで、はい、ずっとあのその方の楽曲を演奏しているんですけれども、はい、で、そうですね、まあ、ずっと歌も歌える人とね、よく共演もさせていただいてたんですけれども、まあ、なんかこう聞かす本当に歌を聴かせてくれる人ってなんかずっと一緒にやってみたいなっていうのは思ってたんですけどね、はいはい、そういうボーカリストを見つけまして、あ、はい、それがこのかなこさん、そうですね、はい、はい、で、そう、まあ、僕はですね、はい、まあ、後半性発達障害ですとか、はい、いじめでこう不登校になってしまった子どもたちの支援活動をしている、はい、NPO 法人ドリームフィールドというところに所属して、まあ、フリースクールなんですけれども、そこの、生徒たちと一緒に音楽活動を通じてですね、はい、いろいろこう、なんていうんですかね、こう社会にこうもっと前に出ていこうよみたいな感じで、はい、いいですね、やってたりしてるんですけども、はい、でかなこさんも同じ、その NPO 法人の、スタッフとして、はい、一緒に活動してるんですけど、あ、ご一緒のところですね、そうですね、はい、私は、芋猫ショップというお店で、スイーツと猫の雑貨のお店 で、 あ、お店で、あのスタッフをしております。あ、そうなんですか、就労支援のお店なんですけども、はい、浜松市東区の天竜川町にあります。あ、天竜川町、はいはい、そこでスタッフをしております。そうなんですか。で今度ですね、その芋猫ショップの、はい、3軒隣になるんですけど、うん、芋猫箱という貸しスペースで、作品の展示や教室、ワークショップや、講演会、ライブなどいろんな形で面白いことに使っていただくっていう、スペースを提供するお店を、12月オープンになるんですけども、はい、そちらも一緒に、じゃあなんかライブもできるっていうことなんでね。そうですね、またじゃあそういうところでお二人の曲なんかも聴けるっていうことで、はい、いいですね、はいはい、あとまあね、音楽仲間もね、はい、たくさんいるので一緒に、はい、またね、はい、自分たちもぜひ呼んでください。あ、ぜひ、はい、はい、応援したいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。今日もこれからお二人の曲が聴けるっていう、はい、あ、そうですね、はい、そう、それを実はすごい楽しみにしてきたんです、はい、はい、ありがとうございま す、 います。こちらは12月からオープンなので、あ、そうなんですか、まだオープンしてないんですね。はい、芋猫ショップの方へ、はい、スタッフへ聞いていただければと思います。わ、はい、かりました。ちょっとなんかね、楽しみがまた増えましたね。そうですね、はい、そうですか。じゃあ今日はね、せっかくなんで、はい、ビン&かなこさんでいいんですか。そうですね、まだユニット名決まってないんですけど。決まってない。とりあえずビン&かなこ今日、はい、とりあえずつけちゃいます。え、もう少しゆっくりか、ゆっくり考えゆっくり考えましょうか。じゃあビン&かなこさんで、はい、じゃあ今日はね、オリビアを聴きながらはいっていう曲を聴かせてくれるそうです、はい、じゃあ聴いてみてください。お気に入りの
私らしく一日を終えたい。こんな夜出会った頃はこんな日が来るとは思わずにいた。 Making us is better 言え済んだこと、時を重ねただけ疲れ果てた。あなたは私の幻を愛したの。の家朝日住宅、岩田最北端レストランマンゼボーラ屋、絶妙な豚肉の美味しさ、直売とレストランのトンキー、ファッション広場池田屋、各社の提供でお送りしました。素敵な歌声でした ね聞き入ってしまいました ねすごいですね。また今度ゆっくり返してくださいね。またその後のねご予定をぜひ、あ、そうですね、聞かせ願えればと思いますけれども、はい、はい、そうですね、
先ほど紹介したフリースクールとかでもあのライブはやってはいるんですけども、はい、あの僕たちあの僕も個人でギターやってますし、で一緒にユニットでもやってるんですけれども、今度11月の23日、はい、23日、はい、ハマプラ学芸祭の方に出演させていただきます、はい、お願いしちゃいましたよろしくお願いします。急遽決まりました、はい、で次が、翌日の24日ですね、上島にありますナンデモールというお店で、はい、よろずライブ、よろずライブね、はい、はい、夜7時から、はい、開催しますので、はい、そこは、2人で出演する予定です。ミー&カナコさんですね。そうですね、はい、で次は12月になるんですけども、12月14日、こんばんはコンサート、はい、これはこのラジオの、はいはいはい、こんばんはコンサートです。十分今度歌うので、はいはい、リングにお手伝いをお願いしてます。サポートさせていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、あと12月が、この15日にですね、新東名サービスエリアネオパーサ浜松上り線の、ミュージックスポットというところがありまして、はい、そこで、2人で、演奏する予定です。ちょっと開始時間まだわからないんですけれども、はい、そうですね、はいはい、またね、はい、リン&カナコさん、はい、またビン君も一人でやる時もありますし、はい、本当に頑張ってくださいね。 ありがとうございます、はい、応援してます、また帰ってください。ありがとうございます、はい、じゃあどうも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。それでは皆さん来月第3火曜日にまたお耳にかかりましょう。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。